まもなく運送運送お出口は左側です。寒すぎ、超寒い寒いよ、韓国。え、何で来た？バイクで来た、うん、寒いね。多分このままだったら、うん、死ぬ本当に？うん、絶対死ぬ。元気。おありがとう。ありがとう。めっちゃすごいね。あの今すごい楽しみ、韓国が。ライブは何時から？ライブは8時。あ、オッケー。ジー君の家はこっから近い？家は寒っ。寒いわ。バイク乗ったらもう確かに死ぬ。危ない。家はうん10分。あ、オッケー。バイクで、うん、近い。少ない。遠い。おお。あ、でも初めての韓国。うん、うん、おー、なんかすごい変な感じ初めての韓国で、うん、しかもバイク乗るのが本当にバイク乗るのも初めてで。おー、え、なんかご飯食べた？いやめっちゃ本当にお腹すいた。もうなんか食べてる。うん、あれはジー君のガールフレンド。彼女は今、うん、本屋さん。あ、働いてるんだ。今日はじゃあ忙しい。でも、うん、ライブに来る。あ、本当に、うん、俺が本屋さん行って、うん、彼女をピックアップ。あー、オッケー。家はちょっと狭い。あー、全然。いや、本当になんか大丈夫？泊まって。全然大丈夫。なんか本当ありがとう。すごい助かる。彼女も大丈夫？うん。なんか雪の部屋を作って。うん、あ、ありがとう。なんかこんな感じだよ。バイクは。すごい。この中を。すごい。おお。なんかスパイダーマンみたい。これはダメ。はい。この辺も、うん、なんか美味しい、うん、食堂とか教会みたいのがある、うん、ここがジー君のお家です。寒い。おお、わあ、広いじゃん。でも、お、え、そんなない？ない。おお、大体それだよ。嘘。うん。すごわあ。普通に、うん、この家庭がここにあったの。うん、あー、オッケー。これ、ここ。ん？ここで。ああ。ありがとう。え、めっちゃいいじゃん。こうして。いやー、ここです。これが？ここは服。ああ。でも、パラソルのセカンドアルバムは、うん、
ここで作った。ミキシングとかスタジオだった。うんうん。へえ。ここがスタジオだったけど、うん、うん、今はスタジオができて、うん、ああ、全部そこに。へえ。なんか、This is kind of like that. あとちょっと、はあ、ああやばいやばいやばい、しかも俺もう30歳だからね。スタンとかはこっち、スタンはこっちか、うん、うわぁ、はいはい、で、山を登ってきたら、なんとジムがありました。寒いよ。寒い？あったけーっていうか、え、車借りるってやばくない？どういうこと？そんなことできんの？日本かと思った。嘘やろ。
電気自動車。また返すときはあそこに戻すんですか。うん、うん、そういうことか。それがちょっとめんどくさいけど普通に家にデリバリーサービスもある。へー。2時間ぐらい前に予約したら持っててくれるんだ。うん。何も聞こえない。確かにやべえ。え？あ、これから本屋さんに行く？うん。でもカフェ、一度カフェに。あ、そうしよう。ってどうしましょう。ゲームグレムルに襲われて、うんうん、何それグレムル。あ、グレムルっていう韓国のなんか映画、川から怪物が出てきて、うん、さらわれちゃう。それを家族が助けるっていう映画があって、結構売れたよね。うん、ヒットして。それはもう、うん、韓国では大ヒット、うん、ヒットした。ペデュランも出てるしね。うん、そうそうそう。好きだね。ペデュランも出てますから。疲れた。疲れた。疲れたわだ。Too early. Too early. In the morning. うん。ね、何時だろう。めちゃくちゃ早い。多分7時にデンサーティー。あ、デンサーティー。エアポートで、うん、何回も行ったことあるから。うん、そうね、うん、そうね。あ、仕事結構しんどいけどここはもともとすごい古い建物のマンションアパートだったみたいなんですが、今はもう壊されてないそうです。で、ここに新しくマンションが建つみたいなんですが、なんかもともと住んでた人たちがなんかやめろって言ってるみたいです。で、それがこの文章ああ。鼻水がすごい。辛っ。あー辛い。鼻水すごい。辛っ。これやばいよ。やばい。口痛くね。これやばい。口痛くね。痛いよ。痛いよ。リアルが来た。口がでも真っ赤っかだ。じっくんの。リアルが来た。書くよ。ポパイに書くよそれ。口痛いよ。ポパイに書くよじゃあ。あ、じゃあ食べて、責任持って。多分ポッパイのカバー、もう震えてきた。カバー震えてきた。震えてきた。もう怖くて。グリアムだ。じゃんけんぽい。ああ。じゃんけんぽい。勝った人だよ、あの3人だよ。やった。最悪。最悪。お前キモい。最初はグー、じゃんけんぽい。おぉキモい。最初はグー、じゃんけんぽい。イエーイ。すごい、もっぱいするね。おぉおぉおぉ
からすごいよねこれね。後から来るねこれ。今までこっちが痛い。ないない、こんな辛いの。口に入れた瞬間は大丈夫だけど。うん、口に入れた瞬間は辛い美味しいラーメン。牛乳買ってくる。牛乳ベスターみたいな。ベストアイデア。できた？